に優勝戦。いくよ。スタート展示は進入が1245-63と分かれていました。ピット離れ相当良かった4号艇上条だったんですが、本番のピットアウトはほぼ互角でした。さあその後果たしてどうなるでしょうか。各艇現在スローダウンで今のところ枠なりの雰囲気となっています。第12レース優勝戦、まず高枠1号艇人気の中心小池周平です。フライング一本持ち、今年 V4 のルーキーシリーズハンター、クラシック云々ではない目の前のレースをしっかり取りに行きます。2号艇中村太平です。師匠であり目標でもある平本雅之選手のようなここ一番の勝負強さ発揮したいところ。そして3号艇高橋龍也、本番では枠主張、目指すは那須川天心さんのような圧倒的な強さ、ルーキーシリーズ連続優勝です。3艇下げて4角4号艇上条信孝、低調モーターを立て直した整備の腕前はさすがの一言です。高校スコ号艇中村ヒューがフライング一本持ち、今年はウエスタンヤング優勝にヤングダービー初出場、初の A1 も視野に入れている成長株、大外6コースチルト 1.5 度鴨原健太フライング一本持ち、見せるレースを提供したいとコメント。インパクトあるデビュー初優勝なるんでしょうか。本番枠なり3対3、人気は1番小池から2番中村太平、4番上123ダッシュ456、優勝戦いくよ。スタートを切りました。インから好スタート1号艇の小池周平です。アドバンテージを握っていきました。1番の小池そのまま先前、3号艇を高橋握りますが届かず、2コースから刺して2号艇を中村太平、さらには4号艇上条ですが、振り切って1号艇小池周平先頭です。スタートは前提正常でした。2番手争い、2号艇中村太平のうち4号艇上条信孝上がってきています。その後ろは3番6番5番追走、1周2マーク、1号艇小池の後ろ先に行って4号艇上条ですが、船が向いていく2号艇の中村太平、中村がさばいていって現在2番手単独、3番手が4号艇の上条信孝、上位体系1番2番4番、その4号艇を追って3号艇高橋優也、2点審査となっています。さあ高橋が切り返しを見せて2周1マーク、1番2番の後ろ3番手先取りは3号艇ですが、早めに船を向けての差しハンドル、交差旋回から4号艇上条信孝3番手をキープしています。2周バック上位1番2番4番、あとは3号艇の高橋、5号艇中村日向、6号艇の鴨原続いています。2周2マーク、先頭1号艇小池、続いて2号艇中村太平、3番手は4号艇の上条信孝しっかりキープ、3号艇はターンが流れています。上位ばらけて1番2番4番で最終周回へと入っていきます。先頭は1号艇の小池周平です。人気の中心、優勝戦はしっかりとトップスタート決めていきました。3周1マークをトップターン、2号艇中村太平、そして4号艇上条信孝続いていきます。上位体系1番2番4番懸命の追走、3号艇高橋龍也4番となって後方5号艇6号艇です。昨日の準優スリットヒヤッとした小池周平、しかし先前からグリップがしっかりして押し切りました。本番今日の優勝戦しっかりと逃げ切りまして、これで今年 V5 は全てルーキーシリーズ、さすがの強さ、今回のこれまさプリンスは小池周平に決定。優勝1番小池おめでとう、五輪。2番中村太平準優勝、4番上条3着、その後ろ3番高橋、5番中村日向、6番鴨原五輪。以上第12レース優勝戦でした。ウィナー小池周平。ファンの皆様お待たせいたしました。競争水面には見事ルーキーシリーズ第17戦これまさプリンス決定戦スカパー第22回 JLC カップを勝ちました小池周平選手登場してまいりました。大阪の117期小池周平選手、今年はトップルーキーということで注目度も非常に高いわけなんですが、5回目の優勝になりました。しかも全てルーキーシリーズということで、小島、若松、そして三国、浜名湖を制して、この玉川も、まあ、昨日のインタビューでもね、優勝しますというふうに力強く語っていた小池選手、有言実行になりました。優勝戦は見事トップスタートを決めて、そのまま他の5艇に何もさせませんでした。
まあ昨日のねスリット遅れ、おそらくファンの皆さんほとんど本人もだと思いますがヒヤッとしたと思うんですけれども、しっかりと修正してきた、まさにその修正力で掴んだね、小池周平の周は修正力の周ではないかというふうに勝手に思っておりますけれども、まあ見事に優勝いたしまして、こうなりますとね来年3月のクラシック大村見えてきますよね。あと一つ取ればといった感じになると思いますけれどもね、ぜひあの小池選手6つ目狙い打ちでね取って、大村まで、その道をね広げていっていただきたいなと思います。ちなみに玉川は初優勝で初優勝、通算8回目の優勝ということになりました。見事今回のこれまたプリンスに輝きました小池周平選手ウィニングランをお送りしております。でちなみに小池選手の地蔵なんですが、10月20日からの下関なんですね。わかりますか、これ世界初のミッドナイトボートなんですよ。ここに登場なんですね小池選手、しかも確かドリーム戦にも選ばれたはずですからね、ぜひあの初代ミッドナイトキングにもなってもらいたいなと思いますのでね、次の下関も頑張ってきてくださいね。6回目の優勝期待してますよ。さあその小池選手の優勝で幕を閉じました、今回玉川ですが、次回の開催が10月の19日からの大メッセ70周年記念第54回報知新聞社賞、住谷健吾選手、村田修一選手、河野聡選手など登場予定となっております。次回玉川もどうぞご期待ください。小池選手優勝おめでとうございました。ファンの皆様もありがとうございました。